さんどうもこんにちは、ワンディアンダーユーポンです。ただね、ポケモン GO から帰ってきて髪の毛超適当なんですけども、そうなんです、行ってきましたで、今日は今ね TikTok とかでも流行ってると思うんですけど、パリット粘土ってものがあるらしくて、そう、なんか最初聞いて何それと思って、粘土がパリットなのと思ったんだけど、ダイソーに売ってる、まあ、多分この粘土じゃなくてもいけると思うんだけど、なんかみんなこれ使ってた、伸びる粘土。この粘土にあるものを塗って触るとパリッといい音が出るんです。なんだっけ、 ASMR です。そうです、なんか ASMR っていうさ、今音フェチ流行ってるじゃないですか。それができるみたいです。今日は皆さんに作り方の紹介と、その音フェチをねちょっと皆さんにやりたいと思います。じゃあね、まず最初に材料を紹介します。まずはこちらのもちっと伸びる粘土、これはダイソーに売ってます。でも一応サランラップ、そう、あるものを使うので敷かないといけないんです。で、続いて粘土に色をつけるために、まあ絵の具も別に用意しなくても大丈夫です。ゆうぽんはちょっと今日は何かを作りたいと思ってこちらに用意しました。 で、そして続いてこちらがないと作れません。そうです、マニキュアです。これねトップコートなんですけど、あのほぼほぼねみんなトップコート使ってたので、あの色付きのマニキュアもね全然 OK です。で、ゆうぽん今回トップコートを使います。透明です。まあ、今回スライムではないですね、粘土です。では早速作っていきたいと思います。じゃあまずちょっとサランラップ敷きましょう。まずサランラップ、マニキュアちょっとね机についたらめんどくさいので、はい、完成です。じゃあ何作るかの問題なんですが、これしか入ってないの。ちょっとカビゴンを作りたいと思います。カビゴンのパリット粘土ですね。そしたらちょっとね、じゃあちょっと緑の青で、油すごい、大丈夫か。粘土遊びとか何歳、間違えた、粘土遊びとかも何歳から、間違えた、ね、粘土遊びって何歳ぶり。カビゴンの色だ、もうちょっと緑じゃない。でも雰囲気だからね、雰囲気カビゴンだから。ちょっとね、固まる前にトップコートを塗らないといけないので、ちょっと焦りますね。急ぎますね。どんな油しか出ないの？え、でもいいんじゃない？はい、カビゴン完成でーす。じゃじゃーん。そしたらこの上からトップコートを塗っていきます。直です。じゃあちょっと次何作ろうかな。じゃあちょっとこれ乾くの待ちましょう。ハート作ろう。じゃあもう定番の、なんか美味しそう、アイス。うちアイス作れるよ。待って、アイスの作り方忘れちゃった。でもこうだっけ、こうやね、確かに、こう、来た、よし、裏だ、分かったか、カビゴン、裏だぞ。よし、そうしたら次は何を作ろうかな。ちょっとね、顔文字作りたいと思います。失礼しました。顔文字の顔は黄色ですね。あれ、どんなんだったっけ。あ、笑ってるわ。おほほほほほほほ。一回もうこの状態でトップコート塗っちゃって、その上からペンで描いた方がいいわ。待って、顔文字かわいい。塗って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 、あれ結局ハート作ってないね。なんだべした。まあ誰が見てもハートでしょこれは。わ、すっごい綺麗な色じゃない。難しくね、これ角。すっごい顔デブ。でもいいんだよ、雰囲気で。今回はね、パリパリがメインですから、もう何だっていいんです。パリパリが成功すればいいんですと思っていきます。じゃあ早速ね、天使の輪っかの顔を描いていきます。すんごい笑ってますね。
ハートもまだですね。あ、人参、人参だよ。なんで、なんで思いつかなかったの、人参。私バカだわ、人参思いつかなかったんだって。ダメね、人参も思い出したんだって。ワンディ失格よ。ね、見て可愛くない、人参。ね、可愛い、これ見えてる。あ、見えてるわ。じゃあちょっとね、乾くのを待ちたいと思います。はい、ということで全部乾き終わりました。でもね、今からね、ちょっと早速オートフェチをやっていきたいと思います。いい音が出るかどうか心配ですが、まあ多分ね、結構何度かね塗り直したりしてたので、多分いい音は出ると思います。では早速やっていきましょう。